といえばスイカ割りよね。だから今日はフォーチャーキーでスイカ割りをしましょう。でも普通のスイカ割りじゃあちゅまらないから。少しルールを変えたので耳とケツの穴かっぽじってよく聞きやがれ、嵐にしやがれ。ルールそのうち、まずスイカを割るときに目隠しをしてもらいますが、このスイカはとんでもないスピードで動きます。速度は飯田くんのレシプロバーストぐらい速いですが、このスイカは攻撃もしてきます。トリプルブレイカーなんで3回ブレイクしてきますが、このスイカは1000度以上あるグラードの卵と同じぐらい熱いんですが、割ろうとするとこのスイカは。アルさん、一回質問いいですか？そのスイカ凶暴すぎん。それスイカちゃうやろ。どこさんのスイカですか？若林くんからいただいたんだけど、若林くんのおじいちゃんから送られてきたスイカらしいわ。若林くんのおじいちゃんは農家をやっててね、今年は豊作だったみたいで分けてもらったのよ。いや、どんな遺伝子組み換えしたらこんなスイカができるんだよ。若林くんのおじいちゃんバケモンやんけ。害虫から身を守るように自ら守る遺伝子組み換えしたスイカらしいわ。若林くんのおじいちゃんバケモンやんけ。それとまだルール1の途中だけど、ルール1800万であるのでルール説明だけで5ヶ月かかります。覚悟してくださいね。それ割る頃には冬になっとるやんけ。もうルール長すぎるわ。死滅かいうか。闇より出て闇より黒くそんな汚れを見そぎた。いや、たかがスイカ割りでとばり下ろす必要ある。アーニャ、アーニャにとばりもルールも必要ねえます。だってアーニャ最強だから。アイメアッケー、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 64章。最後ネジが混じったな。アーニャちゃん、ディモールと非常にいいわ。ようこそそのスイカを叩き潰した。なんだろう、俺の知ってるスイカ割りの後じゃないんだよな。二度とこいつらとスイカ割りしたくない。背脂まみれのラーメンだけど、ここにマヨ